モルスの入ったグラスモルスは主にリンゴンベリーやクランベリーから作るロシアの非炭酸フルーツ飲料である。モルスは発酵させたリンゴンベリーやクランベリーの上澄み液にシロップや飲料水を加え攪拌して作る。ジュースの代わりに果物の果汁にアロマエッセンス、有機酸、砂糖、着色料、飲料水を加えたものを用いることもある。また、 一度沸騰させた後冷却して作る方法も存在する。アルコールを含むモルスも存在するが、その場合に含まれるアルコールは1%以下ではなく、約3.5から4.4%である。モルスはアルコールカクテルに使用されることもある。モルスへの言及としては、16世紀のドモストロイにおいて、作成方法に関する指南箇所があり。 16世紀以前より作成されていたと推測される。旧ソ連時代に多く普及したガラスコップ備え付けもルス自動販売機もルス自動販売機に群がる愛飲社旧ソ連時代では1960年代半ば頃より専用自動販売機を通して流通が進んだ。これは日本でもよく見られた紙コップ式ジュース自動販売機に似たものだったが、 使い捨て紙コップではなく備え付けのガラスコップを用いており、利用者が洗浄用水道水でガラスコップを毎回揺すぐ一種のセルフサービス的操作を必要とした。当時、新素的な西側報道では素朴、経済的と紹介され、それ以外の西側報道では、不潔、衛生面で疑問、経済的に劣った東側ならではの風景といった具合に報じられた。 ありがとうございます。